お笑い大好きともうです。いやー、まずね、まぁ、あ、サルゴリラに、まあ優勝おめでとう。<laughs> いやー、レベルが高いキングオブコントでしたね。で、つい先ほどね、まぁ、あ、サルゴリラが優勝したってことで、今話題となってるんですけど、なんかこのことに関して、なんかこんな風にね、まぁ、あ、サルゴリラクソつまらんかったとか、まぁ、影山の方がおもろかったし、残念とか言ってるやついたんですけど、 というのもね、まあ、影山が、まあ、ね、まあ、決勝進出果たして、まあ、影山のネタもすごく面白かったんで、まあ、猿ゴリラか、まあ、影山が優勝するんかなっていうのは見てて思ったんですけど、いや、俺は、猿ゴリラが優勝して、納得のいくね、お笑いやったし、まあ、審査やったしね、えー、なんかこんな風に安置するやつは、ほんまにふざけんなっていうのは思いますね。 で、まぁ、あ、今回出場した、えー、メンツっていうのがこちらなんですけど、えー、全文記、隣人、ファイヤーサンダー、影山、サルゴリラということで、まあ、5組が初出場ということで、えー、ね、それも今話題となってますね。で、ラブレターズと、えー、これをめんわ、ジグザグジギー、ヤダン、日本の社長っていうことで、 え、なんかレベルが低いとかも言ってるやつもちらほらいたんですけど、俺はね、今回のキングオブコントもね、すごく面白かったし、うん、見ていて良かったなっていうのは思いますね。で、ね、え、ね、もうなんか鍵山が優勝戦とかつまらんとか言ってるやつは、うん、ほんまにふざけんなっていうも思うしね、うん。 えー、すごくね、サルゴリラはサルゴリラですごく面白かったですね。で、1回目より2回目の方が、まあ、すごく笑いが取れててね、うん。えー、すごくね、見、えー、ていて、面白かったです。うん。っていうことで、こんな風に暗示するやつは、ほんまにね、ふざけんなっていうのは思いますね。うん。